どうもこんにちは、ピクトの呼吸です。今回もね、イワクラやっていこうかなと思います。ということで、あのね、一個すごいことに気づいちゃったんですよ、僕。一応タイトルがさ、これ全ての呼吸を極めたいみたいなタイトルじゃないですか。で、前回さ、一番強いとされている火の呼吸が出たじゃないですか。もうこれで最後だろうって思うじゃないですか。けだものの呼吸忘れてたね。え、かすむかすむかすむおい、後からやったらかすむってけだものの呼吸。ということで、今回はですね、けだものの呼吸ゲットしたいなと。ということで、前回はですね、赤座とドーマを倒したということで、これね、2つもらいました。で、進捗がもう上限があと1体しか残ってないんですよね。決戦上限の1、黒死亡を倒したいなって思ってるんですけど、これ黒死亡を倒したらあれか、12気づき討伐が、達成できるっていう感じか。ちなみにこれ加減に関してはなんかどうやらね、実装されてないっぽいっすね。鋼塚どこ？あ、いた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 。あ、ダブル鋼塚来た。あ、トリプル鋼塚。カット。ちょ、鋼塚頼むわ。クレック。おお、一発目から、2発、え？不正？そんな出ることある？伊之助の刀ちょうど2本ね、必要なんで、せっかくだからちょっと持ちますか。じゃあ、伊之助の。で、けだものの呼吸が結構あるね。6個あるな。割とあるわ。1の牙、うがち抜き。2の牙、切り裂き。3の牙、食い裂き。食い裂きはよく見る気がするわ。で、4の牙、切り駒裂き。おー、あ、範囲広いね。で、5の牙、狂い裂き。おー、すごい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 。で、これだけ7の刀なんでね、空間式格。え、何これ？あ、すごっ！え？うわ、なんかキモいのある。え、空間式格すごっ！これでなんかわかるんだ。誰がいるかみたいな。なるほどね。すごっ！あ、てか善逸いるじゃん。善逸、勝負する？お前。でも善逸ぐらいやったら、なんかすぐ倒せるだろってことで。よし！戦うぜ、善逸。お前、ぶっ倒してやるよ！とりあえず、あー怖いよ！でも攻撃遅いからな、言うて。霹靂一閃は。さあ、けだものの呼吸5の牙、狂い咲き。いいね、狂い咲きマジで強い。やっぱ範囲が強いからさ。あー、危ない危ない。めっちゃ食らってる俺、いつの間にか。俺いつの間にかめっちゃ食らってるし、全逸消えたし。あ、いた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 。やばいやばいやばい。霹靂一閃強いな、意外と。よし、なんだこれ。え、ハハハハハ、何これ。え、こんなあったんだ。よし、あー、びっくりした。回復をね、どっから手に入れたとか言わないんですけど、回復ゲットしたんで、ちょっと着てないやつ作ろうか。でも、そういえばさ、天元さんの、着てないな。金インゴットで作れるっぽいから、これ、着ましょう。富岡さんのから変えて、オッケー。あ、なんかすごい。炭治郎出すぎだろ。腕出てるけど大丈夫なんかな、これ。防御力低そうじゃない？すごいよ、マサルさんみたいなやつついてんだけど、これ。わかんねえか。やっと伊之助見つけたわ。いや、お前結構強かったよな、伊之助。でも俺もお前と同じけだものの呼吸使えるからな。とりあえず、あざ出して、先手必勝、狂い咲き。あ、当たんなかった。おら、けだものの呼吸、5の牙、狂い咲き。オッケーオッケーオッケー。いいね。あ、強っ。え、狂い咲きめっちゃ強いんだけど。すげえ当たる。え、強くない？え、これ被り物。わ、落とさないか。伊之助も、強いけど、割と勝てるようになってきたな。炭治郎いねえかな。え？あ、また海学。もういつでも死んでるじゃん、海学。炭治郎も倒したいところではあるが、せっかく夜なんでね、黒死亡倒しますか。あいつさ、月の呼吸とか使ってくるよな、そういえば。あいつもそういえば呼吸の使い手だからな。え、日輪と落とすんかな。こういう時に空間式格が、めちゃくちゃ役に立つんじゃないか。全然わかんねえわ。あ、炭治郎いる！いや、炭治郎先見つかっちゃった。やばい、待って。赤座も来ちゃった。日の神かけら、カシャ！おれー。カシャ強いんだよな。あ、さ、コメントで見たんですけど、どうやら、より位置化すると、遠距離攻撃がね、効かなくなるらしいんすよねっていうのを聞いたんだけど、ほんとかな？玉子の魚とか効かないらしい。あ、あ、いるいるいる、黒死亡いる、黒死亡。ちょ、待って、黒死亡いるわ。戦ってよ、煉獄さんと日の神かけら、あははは！日の神かけら、カシャ！え、体力めっちゃ多くね？ 400 ぐらいあって、今。兄上、倒させていただくぞ、俺は。カシャ！カシャが強い。日の神かけら、幻日光。これね、ワープできるんだよ、これ、幻日光。あ、待って、裸になってる。あ、そっか、あいつさ、なんか追い込まれるとさ、裸、待って、月の呼吸がすごいって。範囲が広いって、ちょっと。日の神かけら、演武。そして待って、なんか変なのもいる。日の神かけら、演武。オッケー、普通に倒すぞ。ヘキラの天。おれ。オッケー、いける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 。あ、尺骨炎用。さあ、そして、8日と、月の呼吸かっこよ。エフェクトめちゃくちゃかっこいい。日雲の竜かぶり舞い。おらー。え、待って。あ、鬼化してる。え、でもさ、これさ、あれじゃない。
自分の姿見たらさ、なんだこれはみたいなこと言ってさ、自滅するんじゃないの。車用転身、おい来たー。もう夢中で何やってるか全然わかんなかったし、刀も手に入るし、あ、すごい、待って、笛がある。これ頼市が作ったやつじゃないこれ。あ、そして着物も着れる、国志望の着物ある。顔え、すごい、倒したらちゃんと笛出てくる、細かい。で、なんて読むんこれ、漢字むず、虚国カムサリだって。中二病すぎるだろこいつ。あ、でもこれは最初の状態なんだね。なんかさ、強くなるともっと刀さ、ビョビョビョンってなるよね。あ、でもさすがに月の呼吸、あ、使えるんだ。え、月の呼吸人間の、じゃじゃ、キモいキモい月の呼吸人間の状態でも使えるんだ。あ、武器変形あるんだ。え、すご、さすが、あ、できる、え、できる。てか月の呼吸さ、鬼ほどあったよな技で。14、16、16 16とかやばすぎだろ。さて、でも国志望倒したんで、決戦上限の1位ここで終わりになるとは。で、あ、平和鬼物寺無惨を倒せ。おい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 、鬼物寺無惨じゃないか。次の前に炭治郎倒しに行くか。一の方、闇月酔いの闇、もう難しい、もう難、一の方からもう難しい本当に。あ、でもこれはまあシンプルに、普通に切る感じの攻撃だね。二の方、主家の老月、おお、もう二の方でだいぶでかい。三の方、延期月つがり、おお、あ、直線上ね、これは。で、4がなくて、5の方、月白彩花。月白彩花なんかよく見た気がするわ、これ。これ、品津川さんの時に使ってたっけ、これ。間違ってたらごめん。月白彩、ちょっと待って、見た。で、6の方、常世古月無剣。わあ、わあ、で、武器変形になると。武器変形した状態でも使えるんだね、普通に。で、これが7の方が、薬莢月映え。あ、もう爆発もつくのか。8の方が月流臨尾。おー。で、九の方、下り月連綿。あ、でもまあなんか、武器変形してもさ、あーでもちょっと、なんか遠くまで行ってるな、だいぶ。なんか普通にビームみたいになってるもん、これ。十の方が、千面山羅月。うわー、はははははは。なんだこれは。最後の国志望みたいになっちゃった、今。で、十四の方、狂変天満仙月。おー、わー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 、どこまで行くん、どこまで行くん、どこまで行くん、どこまで行っちゃうの、本当に。とんでもない距離行ったな、今。で、16の方、月光片割れ月。おー、わーわーわー、うわ、すごい。持続するんだけど、これ、月光片割れ月。すごい、ほら、見て。すごい、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 すごい。多分だけど、狂変天満仙月が、多分、最強だと思う、これ。もう、この辺やってけばもう全部当たるもん。ちょっと炭治郎倒そうぜ、せっかくだから、虚国カムサリで。これも一応、あ、さすがにこれは格闘つけられないか。まあ、鬼の刀だもんな、これ。さて、とりあえず、炭治郎、行かせてもらうぜ。いや、もうこれ、撃っときゃ、うわ、お前、火の呼吸使うのか、ちゃんと。水の、遠くまで飛んでったね。さあ、こっちまで来れるかな。お前が引っかかってる間に、俺、遠くからこ、いやー、飛んできた。なんだ、今の、貨車かな、今の。うわ、強っ。当たってるかわかんねえけど、とりあえず飛ばせるから、これで攻撃しようぜ。あ、これかな、狂変天満仙月が強いかな、これかな、届くかな。あ、あれ倒した、今の距離で、ずるすぎ。月の呼吸、ずるすぎ。まあ、ということで、もう次で鬼物寺無惨で最後なんですけど、まあ、最後ね、ちょっとみんなからめっちゃコメントでもらってたことをやっていい？もう次回多分、無惨戦でそんなことやってる暇ないから、今のうちに貼っとくわ。サイコロステーキ先輩に無惨の血あげるとなんか起きるらしい。すげえ序盤に言われてた、これ。あ、で、あと、これ紹介したっけ？ルイのさ、兄だっけ？兄のめっちゃハゲクモを召喚するやつの家あった。うん、それだけ。もうお前もやっぱ、鬼にならないか。素晴らしい提案がある。お前も鬼になれ。さ、うわぁ、すげえ顔変わった。待って、体力多くない？何これ？なんか出てる。何これ？何カチンじゃん、びっくりした。何今の音。加減ぐらいのさ、体力ないか、こいつ。強くね、うわー、びっくりした。まあでもサイコロステーキ先輩が鬼になったところ、いやー強い、結構強くね、あれあれ、もしかしてお前さ、鬼になった方が強かったんじゃないか。お前も鬼になれ、サイコロステーキ。あ、これ何これ、あ、居合かな、入ったらやばいみたいな。あ、そういうわけではない、そういうわけではないんだね。まあでもお前が鬼、何、びっくりした、何、何今の、霹靂一閃、霹靂一閃みたいに使ってくるんだけどこいつ。強くないか、全然加減とかより強いかもしんないこいつ。まあでも、所詮お前はサイコロステーキなんで、普通に倒します。サイコロステーキ先輩好きすぎでしょ。